食器やレンジを整理したい。これは俺の家の話だ。悩んだ。とにかく悩んだ。武藤敬司のシャイニングウィザードばりに、どこに何を配置するかをひたすら悩んだ。そして出来上がった。まずはニトリで売られている扉付きの三段ボックス、そしてスリムカラーボックスを2つ、そして扉付きの三段ボックスをもう1つ、そして天板を設置すると、ちょっとおしゃれなカフェ風のキッチンカウンターみたいなものが出来上がりました。それでは詳しく見ていきましょう。まずはニトリのカラーボックス N カラーボのミドルブラウンです。扉付きのものがあれば食器収納にたりなのではないかというところに思い至り、こちらを購入しました。まあ、さまざまなですね、食器収納など検索したり調べたりしましたけどね、ここにたどり着きましたね。はい。そして真ん中にはですね、スリムのカラーボックスに、追加棚などを追加したものを2つ用意します。ここにいろんな小物をね、さらに収納していくことが可能になるんじゃないかなというふうに思っております。そして天板は、まあ、近くのホームセンターに行ってですね、まあ黒色ですねの天板をチョイスして、まあ、長さを測って、その長さに切ってもらうというものです。で、実際まあいろいろ考えましたけど、とりあえずこの上に家電を乗せるというところを考えれば、まあ、そのまま天板をただ乗せるだけでもいいのではないかなというふうに考えております。とりあえずじゃあこの上にですね、いろいろ家電などを置いていきたいというふうに思います。はい。まあ、まずはバルミューダのトースターですね。まあ、唯一おしゃれな家電といいますかね、僕が持っている中ではおしゃれな家電がバルミューダのトースターなのかなという感じでございます。はい。そして、電子レンジも載せていきます。で、今回は、今まで使っているものをそのままですね運用しているんですが、いずれこの電子レンジもですね、黒いものに買い替えようかなというふうに思っております。まあ、そうすることによってこの下のねブラウン、ミドルブラウンのカラボと黒い天板、そして黒のバルミューダトースターに黒のレンジっていうことで、色合いもね統一されるかなという感じです。で、この何ていうんですかね、木目調を基調とした収納にしたいなというのはもともと構想にあったので、まあ、隣にね冷蔵庫が映ってますけれども、まあ、これも木目調のカラーに統一したものを購入したというところですね。まあ、冷蔵庫のレビューはまた別の動画でやっていきたいというふうに思います。そして、まあ、ホルスティというですね会社の社訓がポスターになったものがあるんですけど、まあ、これ非常に素晴らしい意味が込められているポスターなんですけど、デザイン的にも非常に優れているので、カフェ風にもね見えるということで、とりあえず一旦置いてみました。で、あとはたまにしか使わないですねカッティングボードなんかも後ろにちょっと置いてみるというところですね。はい。またカラーボックスのですね収納のなどについては、今後またいろいろね、中を
改造していこうかなというふうには思っているので、それはまた別の動画で出していきたいと思います。であとはまあちょっとしたねコーヒーセットなんかをまあここに置いていくというところで、扉付きの空箱が食器などを収納して、スリムカラーボックスのところにはカトラリー系を入れたりとか、まあ、マグカップとかですね、グラス系、まあ、あとはお酒だったりとか、そういったものを下の方にね収納するということもまあできるんじゃないかなというふうには思っていますので、まあ、これがですね非常に便利が良いです。1人、まあ、2人暮らしの方でもですね、これぐらいの容量があれば十分収納はこと足りるのではないかなというふうに思っております。しかも、まあ、トータルしてもですね、まあ、追加棚ねまた追加しようかなと思ってますが、まあ、トータルでもお値段1万5000円ぐらいで収まるんじゃないかなというところを考えるとですね、まあ、非常にお安くしかも簡単にできるということで、このキッチンカウンターおすすめです。ニトリの空箱にはですね、今回のブラウン以外にもホワイトだったりとか別のカラーもありますので、まあ、ホワイトカラーで統一したい方なんかはそちらの方をチョイスしてもいいと思います。はい、まあ、でもこうやってね天板をまたツートンのカラーというかねで締めることでまた変わってくるキッチンが生まれると思いますので、皆様もぜひ作ってみてください。YouTube 活動の励みになりますので、皆様からのチャンネル登録・高評価をお待ちしております。 Twitter もありますので、動画の概要欄をチェックしてみてください。